SK48 初となります組閣を行いたいと思います。新生チーム S も、はい、最高のグループにしていきますよね。こうしてチーム S は中西優香をリーダーとして2013年7月23日のリセット公演初日より本格的に始動しました。48の根幹であるアグレッシブなダンスパフォーマンスをより高い次元で表現すべく日々の公演やコンサートで活動してきた彼女たち、メンバー一人一人がチーム S とは何かを模索し確かめながら進む日々でした。こうやってたくさんのファンの皆さんが背中を押してくださったおかげでここまで来れたと思います。皆さん、このチーム S のことは絶対に忘れないで心の奥にしまっておいてください。よろしくお願いします。活動期間こそ短かったものの、その中で育まれたチーム S メンバーとしての自覚は彼女たち一人一人の、そして SKE48 全体の確かな支えとなったのです。はい、じゃあ行きます。じゃあ、おばあちゃんちょっとカットします。おばあちゃん終わり、音選考で行きます。じゃあおばあちゃん終わりました、音出ます、どうぞ。Amen.
あのね、移動の仕方をね、はい、そうです、それです。ですね。今回はちょっとタイミング悪くあの怪我をしてしまったのでちょっと一部出演になっちゃって、で客観的にこうやってリハーサルとかメンバーが踊ってる姿は見るっていうことがあまりなかったので、すごいそれを楽しみに今日はしてきたんですよ。そんなにこのチーム S の期間ってすごい長かったわけじゃないけど、昔からあるチーム S のイメージ、一番 SK の中でもダンスが激しくてガツガツしてるというか体育会系みたいな、なんかそういうイメージがもうしっかりあるチームだなって思いました。自然になんかもう涙が溢れてきました。チームエース名前を呼ばれた時に、なんかいや私こんななんかダンスの上手い先輩と一緒にやっていけるのかなって思ってたんですけど、先輩がすごい優しくしてくれたおかげでここまでやってこれました。チームエースで学んだことを K2 で生かせたらいいなって思ってます。もっと長い時間過ごしたかったなっていう思いも実はあったので、すごい涙が止まらなくて、なんか S のことがすごい好きで離れるのがすごい嫌だったんで今も寂しいんですけど、でも心に後悔が残らないように全力でやりたいと思います。せーのでは、ありがとうございましたじゃないか、ハイタッチのお知らせとかありますよね。まあそこら辺は、まあ、後で、はい、はい、直しします。はい、引っ越しましたからちょっといきます。SK からなんですか、すごいな、リセット引っ越しやってからさ、すごい、まさにじゃないですか、でも一応さ、あんまり晴れてみた方がいいから、そうだね、今のこの気持ちいい一回とこね、はい、全部こういうとことかも全部なんか流れてる見えるから、タッタッタッタとかここタッタッタッタとかもパキパキやった方がいいところはやった方がいいかも、大丈夫かな、はい、うん、あとは気になったのが一個ね、これがある、あ、うん、これをなしにしてやっちゃう子が多くて、あ、そっか、ゆねおしね、新チームの活動も始まってる中でのこうやって旧チームが集まってイベントできることは本当に嬉しいし、めっちゃ S の期間短かったんですけど、自分の SK 人生の中でも貴重なチーム S だったなって思います。でも長すぎてなんなんになってるよりは本当に惜しむぐらいがちょうどいいかなって思うので、うん、寂しいですけどね、でも悔い残さないように今日頑張りたいなって思ってます。さあインコさん、今を再開しますね。さあステージへ戻りましょう。聞いてきてジュリなんち、どっちのジュリなんち、たまらんち、たまらんちなんだっけ、なにたまらんちなんまあね、なんてない、懐かしい写真。ちょっと可愛いことやらないで、そんな恥ずかしい。全然できなくて、ちょっと最近さ、でで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 、トゥルルッテル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 。楽屋にいる時からそうなんですけど、ああこれがあのチーム S だったのかっていうのがすごいあって、懐かしいし、なんか戻ってほしいけどそうはいかないし、楽しみだけどやっぱり終わってほしくないって気持ちも
ってて、ありますね。さっきスケープの練習したところに集合でお願いします。さあ始まりますよ。私が最初に皆さんこんばんは、 SKE48 チーム S です、おじぎみたいなのがあってから、最初にどうだったみたいな、どうウィンブルドン3期だったねみたいな、なんかそう、まあそこみんなでクロストークしてください。はい、はい、ということで少ないとこのチームでやるのも最後になりました。やだね、まあ、それぞれなんか寂しさだったり時間湧いてるか分かんないけど、私はすごい今湧いてやっと湧いてきたんですけど、あるか分かんないけど、でも私はやっぱりこのチームの、いい形ですごい終わりを迎えたいと思ってるし、みんながなんかこのチーム良かったなって最後に思えるようなコンサートにしたいなと。終わりじゃないよ。なので、すごい、ね、楽しいライブにしましょう。はい、はい、はい、悔いのないように。はい、大丈夫でしょ。はい、大丈夫、大丈夫。いきます、立つ。完全に気持ちを忘れない。いつも全力で、いつ、笑顔で元気を届ける。チーム S。はい、じゃあ、チャーカーでお願いします。本日はお足元の悪い、いや、悪くないですね、むしろ今日は天気がいいですね。改めまして、本日は SKE48 スペシャル ZEP イベントにご来場いただき誠にありがとうございます。チュンチュン泣いてた、さっきさっきエンジンの時チュンチュン泣いてたよ。リホも泣いた。お荷物、貴重品は各自自己管理でお願いいたします。皆さん分かりましたか？今日はいい子ばっかりで嬉しいです。それでは開演まで今しばらくお待ちください。以上、木崎ゆりあでした。はい、これはありがとうございました。さあ始まりますよ。 SKE48
かに VIP があるって聞いてたから、なんかいまいち SKE の劇場が終わってしまってもなんかチーム S が終わったっていう感じがあんましなかったんですけど、今日やってああ終わったのかってすごい改めてすごい実感したし、 SKE いいなって、 SKE 大好きだなってやっぱ思うし、ちょっとあーってなるけど、でもそんなこと言ってられないし、そんなこと言うために AKB に移籍することを決めたわけじゃないので、これをたくさん頑張っていきたいなと思いますね。あっという間だったんですよ。 ZEP 名古屋って昔スケイみんなで出てたんですけど、今回13人とかで、なんか本当にそう、なんかSKEがでっかくなっていったんだなっていうのを実感したし、卒業していったチーム S のメンバーとかの気持ちもみんな背負ってステージに立つことができたので、よかったなと思いました。 S になれてよかったなって思ったし、いろんな人が、初めは全然名前も分からなかったんですけど、そのチカちゃんとか名前呼んでくれることがすごく嬉しくて、 S さんに指名されたのも、指名されなかったら今この場所にいないのですごく嬉しかったです。でもなんか離れちゃうのは悲しいです、やっぱり。100% は出してるけども、やっぱり最後っていうこともあって、いろんな多分思いがあると思うので、ああ最後なんだって実感しました。やっぱり SKE で初めて組閣したチームだったので、メンバーはもちろん戻ったりもしたと思うんですけど、でもやっぱそういうの乗り越えられたのもやっぱファンの皆さんが応援してくださってたり支えてくださるおかげだと本当に思っているので、また新たに組閣があってチームはバラバラになるけども、やっぱりたくさんの方にまたもう一度改めて支えていただきたいなって感じました。Thank you.
し、すごい温かい雰囲気だったんですけど、なんかこれで前に進める気がします。さらに成長できる気がします。たくさんチーム S では学ばせてもらったし、たくさんの思い出もできたし、悔しい思い出もあるけど、それをひっくるめてすごい全部いい思い出になったので、本当にチーム S でみんなが大好きなので、またみんなで集まって歌って踊れる日が来れたらいいなって思います。このチーム S にいたから身についたものとか学んだものとかあると思うし、それからそのなんか巣立っていくみたいな感じだと思うから、寂しいけどみんなの中でプラスになったなら本当に良かったなって思うし、この過ごしてきた時間は無駄じゃなかったなって思える1年でした。私がこんなに自由にできるのはこの S のメンバーだから、すごい分かってくれるメンバーばっかりだし、信頼もしてるし信用もしてるし、そういう面でもすごい大好きだし、まだこのチームで行った方が毎日も楽しいしっていうのがあったので、なんかすごい寂しかったけど、まだ西とかに助けられてたけども、次は私が後輩を助けなきゃなっていう気持ちにもなったので、すごい背中を押された気がしたので、今日は一個終われました。終わりを迎えます。終わりじゃないよ。すいません。はい、この1年というすごい短い時間だったんですけれども、そんな中でも私はこのチームが大好きになりましたし、このメンバーたちがすごい愛おしくてたまらない存在になりました。これからこのメンバーたちはバラバラになってしまうんですけれども、それでもこの1年でできた絆はずっとずっとなくならないと信じています。そしてこのチーム S を愛してくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。私はまだまだ終わりではないと思います。本当にメンバーはバラバラになってしまうんですけれども、チームが、でもこのチーム S で学んだことを胸に、これからもみんなで SK48 を引っ張っていって成長することができたらいいなと思っています。でもそのためにはメンバーの力だけじゃなくて、本当にファンの皆さんの支えが必要だと思いますので、これからも皆さん応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。Yeah!
本当にありがとうございます。それでは本当に最後の曲です。皆さんの心の中に届くように、そしていつまでも残るように、最後にみんなで歌いたいと思います。聴いてください。引っ越しました。チーム S のみんなを愛してくれたファンの方に本当に感謝してます。最後映像に卒業しちゃったメンバーも映って本当にちょっと感動して泣いちゃったんですけど、でも本当に卒業したメンバーも含めて本当チーム S になれてよかったなって思ってます。ありがとうございました。今日このミニライブやったメンバーと一緒に活動することがもうないと思うと全然実感湧かないし、研究生時代にやらせてもらったスカートフリーとか、あと3期生の3人でウィンブロンをやらさせてもらったりとか、祭壇の壁と言っても過言ではないエスケープとかいろいろと盛りだくさんなコンサートだったと思います。そしてチームエスコールがとても熱くて胸に響きました。やっぱりもう他のチームとしての活動もスタートしているということで、このチームエスとしての最後のステージをどうしても悲しい感じで終わりたくなくって、
最後引っ越しましたという曲でもやっぱりいろんなメンバーと顔を合わせるシーンがあって、いろんなメンバーと気持ちがもう本当にファンの皆さんとも会場全体で気持ちが一つになったなっていうのを感じられたので、すごいいいステージだったなって思います。ありがとうございました。踊ることは本当にないんだろうなって思うと変な感じです。ただでさえ泣きそうだなと思ったのに、思っててあれだったんで、もう絶対やばいやばいって思ってたら、もうリセットのイントロでもう出てく瞬間からもうバーンって当たったやだやったみたいな、もう泣きで、ああもういや、もう相変わらずの V 戦の弱さです。私もこれからもずっとこのチーム S はすごい、なんだろう、大好きなので、皆さんも忘れずに大好きでいてください。ありがとうございました。皆さん、チームメイトが大好きですか？はい。嘘。嘘。せーの。すごいなんか寂しいなっていう思いとかいろいろあったんですけど、始まる前なんか、終わったぞっていう、やりきったぞっていう感じですかね。何なんだろうこのスッキリさは、うん、やっぱり寂しさはあるんですけど、でもなんか嫌な寂しさじゃなくて、次に進むためのステップというか、なんかこの、なんだろう、絆はなくならない、変わらないっていうのが多分感じれたからだと思うんですけど、だから、ショックとかそういうのじゃなくて、ちゃんとこういう場があってよかったなと思います。千秋楽だけではちょっと整理しきれなかったものがやっと整理できた気がしました。ありがとうございました。ありがとうございました。これからもこのチームのこと忘れないでください。いきますよ、チーム